長野さんもよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。いや声で聞いたら結構本物なんだよな。いやあんまりその長野さんがその最端に行くことはないですけど、ね。いいです。最端長野。負けねえぞ俺は長野へ。やってめよ。長野。長野が優しさ出ちゃってるから返しがない。そうですね。優しさが出ちゃってる。ちょっと相方さんも長与千草か。長与千草さんでしょ。今の長与さん。現長与さんで。今のね。現長与さんで。今の長与千草さん。今の長与さんじゃない。似てるな。札幌でね人助けして指売られちゃったっていうね。はい。番組対抗クイズ。やってやるよ。では西村さんルールの説明をお願いします。はい、僭越ながら私からルールの説明をさせていただきます。なんで西村さん司会なんだよ。はい、急に俺一人になってるけど。あなたは一人で頑張ってください。頑張りますけど。面白回答期待しておりますよ。まずいな、ハードル上がっちゃったよ。もうクイズは本当に大好きで、うん、絶対に負けたくないんで全問正解するつもりでやりたいと思います。全問正解、はい、そんなに意気込んでくださってるんですね。めちゃくちゃクイズ大好きなんでこの後もクイズ番組控えてるんで。あ、はい、そうなんすね。ウォーミングアップに、はい、ウォーミングアップに使わせていただきます。これを、はい、ちなみに、はい、タカさんライバルは。ライバルはどこだろうな。やっぱ長野さんですかね。長野ら下がれ、ほら下がれ、ほらOK。 その震えた声似てるな今の。声が似てるな。下がれ、ほら下がれ、ほら似てるな。さあ高田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ秋山さんいかがでしょう。いやこれは本当もうピノが、まずピノが好きですからね。そうですよね。そうそう、みんな好き。一口の中で多分もう上位ですね、あのサイズの。あのサイズの、この世の食べ物もうね、1位ですね。俺もあのサイズの冷たい系の食べ物で、うん、いやもうないけどね。あのサイズの冷たい系ピノがないけど、ね、チョコレートコーティング系、うん、冷たい系ピノしかないです、はい、6個の中から選ん1個ずつ食べていく、減らす系で1位です ね、 ねそれピノしかない。ピノ一択で検索結果1位なんだ。1位だな。それとクイズでしょ。もうこれはもう勝ちますよ。はい、よろしくお願いします。さあそして相方きょんさん、はい、どうでしょうか。もうそうですね、相方がいないっていう不安ありますけれども、はい、もう一人で戦えるぞっていうところ見せますここで。あら、そうだね。これからもうピンでやっていくという。いやそこまで大きいことじゃないんだけど。そこまで大きいことは言ってない。記事にしないでくださいね。そこまで大きいことは言ってないんですけども、うん、ピノテレビ本当に面白い作品を作ったので、これもう答えられなかったらもう引退でいいんじゃないかなっていう。あら、はい、はい、ということで引退宣言も飛び出しました。引退かけて、まあまあ冗談ですけどね。なんなんだよ。なんで勝手に追い込まれたの。よろしくお願いします。自分で穴掘って落ちるのやめてくださいね。まあ本当に頑張ります。はい、お願いします。なんだお前は。引退なんて、引退なんてな、え、ないですか。引退なんて簡単にいうことじゃないぞお前。な、そんなガチレスポンスやめてください先輩方。そんなノートじゃないお前な。人生かけてやってんだからな。いや人生かけてやってますけど、そんくらいの気持ち、そんくらいの気持ちでやります。はい、え、そんくらいの気持ちでやります。秋山さん、そのローボーンで言うのやめてください。秋山さん、やっぱない。秋山さん、聞こえないです。ちょっと聞いてみよう。秋山さん、なんておっしゃって。引退なんていうことを簡単に言うもんじゃないよ。そのとおりやめてよ、秋山さん。大事なことだから、大事なコンビで決めない。その気持ちです、皆さん。第一問。よし、まずは秋山さんご出演の、ちょっと待ってください。秋山さん、何ですか。その押すボタンないんですけども。はい。いや違う違う、アームストロング船長。いやいや、どういう問題。ルイ・アームストロング船長ではないです。どういう問題だったの。え、フランシスコ・ザビエル。違います、違います、フランシスコ、その織田信成。違います、織田信成松江の方ですか。引っ掛けだった、引っ掛けだった。違います、ガガーリン。ガガーリンじゃないです。歴史は青かった、発言したのはガガーリン。違います、ガンジー。ガンジーじゃないです。歴史の問題にしても多分簡単な問題だから、ちょっと静かにしてください。キョンさん扮する藤田アナが取材に行った場所はどこでしょうか。ドドン、はい、はい、さあまず秋山さん、ピなんかブドウ狩りみたいな、ピノ狩りみたいなのあんのかな。ピノ園。わあめっちゃいい。あってピノ園ね。ピノ園。ああ、はい、一つ一つ一つ取って取りたて食べるみたいな。ピノ狩り。いいっすね。多分作ったんじゃないのか。ピノ園を。うん。わ、秋の味覚。さあそして高田さん。シンプル山。これはやっぱり味覚の秋ということで。はい。松茸を取りに行ったんじゃないかな。ピノ関係ないじゃないですか。こうピノに、いや、やっぱ味覚です。で途中で山登って疲れたからピノ食べようって言ってピノ食べて復活するみたいな、はい、あーあーなるほど、うん、じゃあ山ですね。山です。はい、山、とにかく山ですね。あんまこういう問題の答えで山ないでしょ。なんか広く言うの卑怯ですよ。ずるいですよ、ずるいよ。あんまないでしょ、答えで山って。正解は山です。ないです。僕がバカバカしくなっちゃう。なんかピノに絡めましょうや。
もう伊勢神宮とか書いてるし、ほんでピノになんかあだこだ面白く絡めるコーナーだよね。そうです、絡めるコーナーです。ありがとうございます。なんかみんな結構あんま絡めてなくない？そうですね、おのおのがおのおののことやってますね。中でも山一番ひどいし、山はピノ君の答えいきます。秋のスイーツビュッフェ、あ、いいですね。あ、そこになんかピノがあって、なるほど、ね、もうちょっと絡めるだろう。はい、そうですね。でちょっと奥のピノ君ももつ鍋屋さん、これはなぜかよく多分、ね、あなたは絡めないよ。あなた福岡出身なの、ね、博多のこと言ってるだけだろあれ、ね、福岡のね。さあそして、島田さん、伊勢神宮、はい、もうあの理由ありません、伊勢神宮で伊勢神宮ピノ神宮とかなんかその限定でピノで鳥作ってるみたいな ね、 そ う、 だよね、そういうコーナーですけど、これはピノ神宮じゃなきゃ、いやいや伊勢神宮、いや山が言うなって話ですよね山が言うなよ、本当に山が動いたんですか山が動いたじゃない、なんすかこれマジで、はい、さあそして新日、はい、新日道場、新日道場、はい、あ、はい、だからあの疲れたレスラーたちを癒してくれるのはピノだと、はい、あ、そりゃそうだ皆さん強引につなげ始めましたけど、冷蔵庫に入ってますもんね、はい、さあそれではキョンさん正解をお願いします。お願いします。正解はこちらでございます。取材場所、じゃじゃん、ピノ畑でした。ピノ畑、だからその秋山さんはということで、秋山さん正解、ほぼ正解です。ほぼほぼ秋山さんがまさかの、え、確か一番ボケたやつが正解しちゃった。そうですよ、なんだよ秋山さん、はい、秋山さんはしっかり趣旨を理解してボケて正解って最高のパターンです。最高のパターン、最高のパターン、天才かよ。でもまんま吊るしてる方が面白くない箱より、いや、ちょっと衛生上ね、うん、溶けたりしますんで、素晴らしいでございました。どうやって最初聞いた時はその自分たちの番組やってる番組が結構そのお笑い芸人呼んでお笑いの話を熱く語る番組なんですけど、どうやって絡めるんだろうと思ってやってみたらもうめちゃくちゃ面白くて、ハマりました、ね、もうそっちに変えちゃいたいぐらい、ね、ピノテレビのピノ団に変えちゃいたいぐらいの、そうですね、ジンギス団やめてピノ団にしたいぐらい、そんなこと変えようかなと思って、変えようかなと思うぐらい面白い企画、来週中に本当に、ね、めちゃくちゃ面白かった。やってても、ね、それぐらいやってても楽しかった、ね、楽しいし、はい、ね、最高です、最高でした、はい、ありがとうございます。秋山さんにお伺いします。まあ、ピノのオリジナルソングはですね、どのように楽曲制作はされたんでしょうか。まずスタジオにちょっとこもって結構どれぐらいかな、そうそう、やっぱり愛すべきアイスクリームの歌だからちょっとこう結構何日間かこもったかな。え、国内ですか。自分は国内なんですけど、はい、エンジニアちょっとあのロサンゼルスから呼んで、あ、ロサンゼルスの方から、ね、ドキュメンタリーのトーン、そうなんです。それで呼んでどうしようアーダーコーダーやって、うん、結構かかりましたね、なんやかんや、そうそうそう、まあ詩が出てくるまで時間かかったし、でもこの硬いピノっていうのが好きなんで、それを歌にしたいっていうのはずっと幼い頃からあって、幼い頃からそうそうそう、子供の頃から硬いの好きだったんで、なんか自分の近所の近くの商店のなんか冷凍庫の設定がえらい低くてガチガチだったんですよね。それに慣れちゃって、まあ、でも各々の柔らかさはみんな別だから、それ別に強制するというわけではなくて、何の話してんすか、誰も反応してないです、うん、その好きなんですよ。そうです、これをなんかこう聞いていただいて、この硬さもいいなと思っていただければ。いろんな曲がありますね、 YouTube もあって配信もあって、うん、そうですね、あるけどとうとうアイスクリームの買えばいけちゃう曲ができたんだって感じですかね。ありがとうございます。アーティストブルナ、ありがとうございました。